見えざる町、キーテジと聖女フェブローニアの物語は、ニコライ・リムスキー・コルサコフが1903年から1905年頃に作曲し、1907年に上演された全4幕のロシア語のオペラ。リムスキー・コルサコフの生前に上演された最後のオペラである。キーテジの町の伝説と、ムーロムのフェブローニアの伝説を組み合わせ、半身ド的な民話、モンゴルの侵略。 キリスト教神秘主義を結合している。しばしば、ロシアのパルジファルと呼ばれ、実際明らかに、パルジファルをモデルの一つにしているが、ニーベルングの指輪の影響も見られる。もちろん19世紀以来のロシアのオペラの伝統にも、従っている。演奏時間は3時間10分。皇帝サルダンの物語と、同様、ウラディーミル・ベレスキーによって書かれたリブレットは、いわゆる、 キーテジ年代記、パーベル・メイリーニコフの小説、森の中で、キルシャダ・ニーロフによって収集された、民謡、民話集、及び、ムーロムコーピョートルとその妻フェブローニアの生涯などの伝統的な物語を素材として使用している。作曲は1903年から1905年頃までかけて行われた。1907年2月7日、 サンクトペテルブルクのマリーンスキー劇場でフェリックス・ブルーメンフェルトの指揮によって初演された。初演の演奏は決して満足できるものではなかったが、おそらくこの作品がリムスキー・コルサコフ最後の作品になるだろうと予測していた聴衆は喝采をもって迎えた。フルート3、オーボエ2、コーラングレ、クラリネット3、ファゴット2、コントラファゴット、フォルン4、トランペット2、 トロンボーンさん、チューバ、ティンパニ、トライアングル、スネアドラム、タンバリン、スレーベル、シンバル、バスドラム、タムタム、カネ、チェレスタ、ハープニ、ゲンゴブ。森の中に動物たちと陰性するフェブローニアは、道に迷ったカリウドに出会う。二人は互いに恋に落ち、カリウドは、フェブローニアに結婚を申し込む。探しに来た仲間の合唱が現れ、カリウドは去るが、フェブローニアは、 彼が、講師伏せぼろどであることをヒョードルから知る。ショーキーテージのデザイン講師との婚礼のために、大キーテージへ向かうフェブローニアの行列が途中で、ーキーテージを通ることになり、ショーキーテージの街ではお祭り騒ぎになる。熊使いや、グーすり引きが歌う。上流階級の人々は、この結婚が身分違いで釣り合わないと思い、大酒飲みのグリーシカをそそのかして、 花嫁をからかわせようとする。婚礼の行列が到着し、グリーシカは花嫁を侮辱するが、うまくいかない。突然タタール人が襲う。タタール人は、フェブローニアとグリーシカをさらい、グリーシカに、大キーテジの町への道案内をさせる。フェブローニアは、大キーテジが、タタール人の目に見えなくなるように祈る。大キーテジの町、ユリコは人々を集め、タタールに襲われて、 盲目となったヒョードルが敵の侵略について報告する。塔に登った故障が敵の来襲を告げ、公子の率いる軍隊が迎撃に出陣する。軍隊が出て行った後、教会の鐘の音と共に町に金色の霧が立ち込める。ケルジェネツの戦いが還元楽によって描写される。スベトルイアールコの手前にタタール人たちはやってくる。対岸に大イキーが見えるはずだが、 金色の霧の他は何も見えないので、タタール人は、グリーシュカが誤った道を教えたと非難し、縛り上げる。タタール人たちは、ケルジェネツの戦いで講師が死んだことを語る。タタール人のブルンダイとベデアイは、フェブローニアを取り合って、争いとなり、ベデアイは切られる。タタール人たちが寝静まった後、フェブローニアは、グリーシュカを助けて、逃げようとする。グリーシュカは、 頭の中に鐘の音が聞こえて怯え、湖に突っ込もうとするが、湖に大キ手テの街が映っているのが見えて驚く。物音にタタール人たちが起きてくるが、彼らも見えざる、街が湖に映っているのが見えて恐れおののく。見えざる街のデザイン、フェブローニアとグリーシカは森に逃げ込むが、グリーシカは罪の恐れから発狂して去る。フェブローニアが一人眠ると、森は肩を変え、 異形の鳥たちは、フェブローニアが、もうすぐ死ぬことを歌う。やがて講師の霊が現れ、フェブローニアの霊を見えざる、町へと導く。見えざる町に着いたフェブローニアと講師は中断された、結婚式の続きを行う。フェブローニアは、クリーシカを救うように懇願し、見えざる、町で永遠の生を得ることを望む。マクシミリアン・シテエンベルクによって編曲された。 演奏会用の還元楽組曲がある。前奏曲、第二幕の花嫁の行列、第三幕のケルジェネツの戦い、第四幕のフェブローニアの死と見えざる、街への巡礼の4曲から構成される。1904年当時、リムスキー・コルサコフの門下にいたイーゴリ・ストラビンスキーは、オペラのスコア作成を手伝った。スコアの構成の仕事は、 その後、同門家のマクシミリアン・シュテインベルクに委ねられた。1905年末のクリスマスプレゼントとして、リムスキー・コルサコフはストラビンスキーに本作のボーカルスコアを送っている。イヴァン・イヴァノフバノとユーリノル・シュテインの短編アニメーション映画、ケル・ジェネツの戦いは、本作品の還元楽部分を使用し、タタールとキーテジの戦いを主に描いている。 中世ロシアのフレスコ画をストップモーションでそのまま動かしている。ありがとうございます。